リリアン・タッシュマンは、アメリカ合衆国のボードビル、ブロードウェイ、映画女優。皮肉屋の悪女や、執念深い敵役としての、脇役の出演で知られる。ハリウッドで66本の映画に出演し、スーパースターの地位こそ得られなかったものの、その演技は、鋭く巧みで何十年もの間、ほとんど古びていないと評価されている。金髪、超新創句、妖艶な要望。 ハスキーな声のタッシュマンはニューヨークでフリーランスのファッション、美術モデルとして働いていた。1914年には経験豊かなボードビリアンになっており、1916年から1918年にかけてジーグフェルド・ホリーズに出演した。1921年に映画経験で銀幕デビュー、その後十数年間にわたり数多くのサイレント映画に出演。 ハスキーで低音の歌声のおかげで、トーキーへの移行をたやすく果たすことができた。1914年にボードビリアンのアルリーと結婚したが、1921年に離婚。1925年にエドマンドローと結婚、彼女のモチーシと贅沢なパーティーが話題となった。1934年3月21日、ニューヨークでガンにより37歳で死去。 最後の出演映画、フランキージョニーは1936年に遺作として公開された。ニューヨーク市ブルックリンクのユダヤ人家庭で一番下の10番目の子供として生まれる。母親のローゼはドイツで生まれ、父親のモーリス・タッシュマンはポーランドのビャウィストクで生まれた衣服製造業者であった。ブルック人の女子校に通いながらフリーランスのファッション、美術モデルとして働き、 やがてボードビルの世界に入った。1914年、同僚のボードビリアンであるアルリーと結婚したが1920年に、破局、1921年に正式に離婚した。タッシュマンの芸能歴はボードビルに始まり、1914年には、経験を積んだ演者として、ウィスコンシン州ミルウォーキーの舞台、ソングレビューで人気上昇中のスター、エディカンター、アルリーと共演した。 1916年、ジーグフェルド・ホリーズで、シェイクスピアの1ニ夜に着想を得た、ビオラに出演し、1917年と1918年のシーズンもホリーズに出演を続けた。1919年、舞台監督のデイビッド・ベラスコは、エイブリー・ホップウッドによる喜劇、ゴールド・ディガースの脇役をタッシュマンに与えた。ショーはタッシュマンが時折看板女優。 アイナクレアの代役を務める形で2年間続いた。スターズ・オブ・ザ・フォートプラより1921年、経験の偶話的シーンでプレジャーを演じ、映画デビューを果たした。ゴールド・ディガースがラクを迎えると、ザ・ガーデン・オブ・ウィーズとマダム・ピエールの舞台に出演。1922年、メーベル・ノーマンド主演の映画、ヘッド・オーバー・ヒールズに、早くで出演。 1922年は、個人的にも仕事の面でも、満足のいくものではなかったので、カリフォルニア州に移住し、すぐに映画の仕事を見つけた。1924年、映画化された、ザ・ガーデン・オブ・ウィーズなど5本の映画に出演、ネリー、ザ・ビューティフル・クロークモデル、ミナー・テイク・オールが良い評価を得た。フリーランスとして、スタジオからスタジオへと渡り歩いていたが、1931年に、 パラマウントと長期契約を結んだ。パラマウント映画には9本出演した。1925年は、ジョーン・クロフォード、マーナ・ロイと共演した、美人帝国など10本の映画に出演した。1926年から1929年にかけて、数多くの映画に出演して、貴重なバイプレイヤーとなり、ロッキング・ムーンや、ザ・ウーマン・フーディド・ノット・ケアでは単独で、 主役まで務めた。エルン・ストレビッチの衝撃、陽気なパリッコ、ノーマタル・マッチと共演した、椿姫、ウィル・ロジャースと共演した、エーテキサス・スティアー、ドロシー・アーズナー監督の、マンハッタン・カクテル、ラルフ・インス監督の、エーリアル・ガールで助演。バラエティ誌の彼女に対する評価は、良好だった。トーキーへの意向を、もなくこなし、トータルで28本のトーキー映画に出演。 ユナイテッドアーティストのブルドッグドラモンド、ベイヤード・ベイラーのザ・トライアル・オブ、メアリー・ルーガン、現在は紛失している西気砲、テクニカラーのミュージカル、ブロードウェイ黄金時代、ノーマタルマッチ主演のニューヨークの囁きなど、最初期のものにも出演している。通俗映画、時計の殺人で女殺人者として、ザ・ロード・ツーレノでは、献身的な母親役で、ワイン、 ウィメンソングにはコーラスがある役として主演を務めた。1932年、健康状態が思わしくなくなってきていたが、ザ・ワイザー・セックス、ゾーズ・ウィー・ラブ、ロシア革命を描いたスカーレット・ドーンに出演した。1933年はチャーリー・ラグルスと共演した、ママはパパが好き、ミュージカル、歌え、踊れ、に出演。1934年はじめ、 台風で、ノーマ・シアラーと共演。最後の映画となった、フランキージョニーは、彼女の死後の1936年に公開された。映画監督のジョージ・キューカーは、非常に面白い風変わりで快活で心、優しい女性だったとタッシュマンを表した。1925年9月21日、長年にわたる友人で、有名な俳優エドマンドローと結婚した。二人は、 ハリウッドの記者たちのお気に入りの夫妻となり、芸能史で理想的な結婚と褒めちぎられた。タッシュマンはグラディスホール記者に全ハリウッドの中で最も輝かしく、華麗で、モダンで、身持ちが固く、凛々しい女性と評された。夫婦はビバリーヒルズの家、リロで豪勢に暮らしていた。彼らの週ごとのパーティーの招待状は高値を呼んだ。彼女のワードローブは100万ドルで、 世界中の女性たちが帽子、ドレス、宝石の模倣品を求めた。使用人たちは飼い猫のアフタヌーンティーに奉仕するよう命じられ、イースターブランチでは彼女の金髪が生えるようダイニングルームがダークブルーに塗装された。彼女はかつてマリブの家を赤と白に塗装し、赤と白を着用するように来客たちに頼み、トイレットペーパーをも赤と白に染めた。 リリアン・タッシュマンが眠るエマヌエル九百三十二年、タッシュマンはニューヨークで中垂炎の手術のために入院したが、中垂切除は現在では腹部眼手術の隠れみのであったとみなされている。彼女は痩せて弱々しくなって退院した。裁判年に常と変わらぬ演技力とプロ根性で5本の映画に出演したが、入院後数ヶ月で大幅に衰弱し、健康が ますます悪化したため、リップ態度の出番は削られた。1934年2月、ニューヨークに飛びオールスタープロダクションのフランキージョニーの撮影に入ったが、彼女の体調はコネチカット州で夫のロートの1週間の休息を必要とした。3月に仕事を再開し、3月8日に出演シーンの撮影を完了。 3月10日にイスラエル個人の事前工業に出演した。3月16日に手術のために病院に入院した時には、すでに手遅れの状態になっていた。1934年3月21日、37歳でニューヨークのドクターズホスピタルにおいてがんにより死去。葬儀は3月22日、ニューヨークのユダヤ教会5番街のエマヌエル寺院で行われた。 ソフィ・タッカー、メアリー・ピック・フォード、ファニー・ブライス、セシル・ビートン、ジャック・ベニー、その他の著名人たちが出席した。エディ・カンターは長寿を送った。ありがとうございます。